と肩だけど、うん、結構もう上半身全部揺れてるみたいな、うんうんうん、他の部分が調整されてる気がする。はい、楽屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。端から紹介をお願いします。YouTube チャンネルみみ先生というチャンネルで睡眠首肩こりの改善で頭蓋骨を剥がしてるえのきだいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。速攻体改革レッスン TV のまみです。よろしくお願いします。お願いします。大阪から来ました足つぼサロンスキップの入江です。銀河系一痛い足つぼというふうに言われているんですけど、この手が狂気のように怖いよ。皆さんパナソニーで見ていただけたらと思います。怖すぎる。よろしくお願いします。コラボし合って施術し合います。ぜひ皆さん楽しく見てください。それぞれのチャンネルでもね見れますのでね、はい、お楽しみに。お願いします。歪みはちょい位置が上がってる感じですね、はい、でも穴に穴が入ってる特にでも不調はないですか？不調っていうほど不調はないけど、うん、気になるとしたら首なのかなって感じですね。背骨周りはいきますかね、うん、トーク線ではなく、はい、手で、はい、はい、感覚的にいやでも私もさっきの先生にやってもらってこう右側の詰まり感あってましたね、うん、解放されましたね。よかったです。面白いですよ、トントンのあの音の差とこの響く感じ。あ、そうですね、音も結構変わります、ね、の状態によって、ね、うん、確かに面白いです。まみ先生のはなんか気持ちいいから安心して受けて痛くないからよかった。ずっとこのスタイルなんですか？あの痛くさせないような。そうですね。そうそう、気持ちいい。毒施術ですよね。じわじわ切るんだね。毒言わない。あ、肩気持ちいいっすね。なんか肩甲骨周りが。肩こるんすよね。やっぱ最近ちょっとパソコンが多くて。あ、なるほど。はい。分かりました。先生の言うこと聞きます。ご主人はお姉さんが言ってる。自分の体も肩甲骨周りが意外と、いや肩甲骨周り凝ってます、ね、特に肩甲骨の下の方結構凝ってますね。うん、背中、そう背中も結構張りが強いと思います、うん、あ、なんか気持ちいい。すでになんか少し開いた気がする。いつも施術する日は何人ぐらいされるんですか？あ、でも本当全然1人2人が多いです。あんまりなんかいっぱい、あ、まあ、長いのもあるんですけど1人当たりが結構2時間2時間半あるのが普通なのでそうなんですよ。うちに来るお客さんで30分とかの人いないんですよね。短めでも90分ぐらいあるので、だからまあそういうこともあって営業時間も長くないので2人ぐらいですね。2人入ったらもう、もうそうなのもういっぱいいっぱいっすよ。ですね、あ、そうですね。そうですね、あ、もう決まってるんですか？30分っていうのが。基本そうですね。基本30分で終わらせるみたいな。全身なんかちょっと調子が悪いとか、うんうんうん、あの遠方から来るってなったら、あ、希望があったりとかで、へえ、まあ、でもなんか全身揺らす感じだから、はい、短い時間でもなんか ね満足感っていうか全体的にやってもらった感にはなりますもんね。一応基本的に30分で全身の調整はできる感じになるので、
も珍しいですよね。大体はやっぱり ね、部分部分でやるじゃないですか。はい、なんかこう体の使い方が上手なのか、一回一回がこう、これ今だと肩だけど、うん、もう上半身全部揺れてるみたいな感じになるので、一箇所やってんだけど、うん、実は一箇所じゃない気がします。これでついでにいろんな他の部分が調整されてる気がする。はい、なんかだって指先の方とかまですごい揺れます、うんうん、だからなんかリラックス効果もあるから自律神経とかにも効きそうですね。あ、そうですね、うん、芯から緩んでリラックスしてという感じにはなってきますね。ね、あ、だから時短可能なんですね、うんうん、結構やってることがシンプルなようでいて心身一度に来てるというか、ちゃんと広い範囲を、ね、はい、やってくれてる奥まですごい。そうすると、ね、結構奥まで緩みますね、うん、ね、行きますよね。はい、じゃあ立てます。はい、あれですよね、だからあの体の調子というか、なんて言うんですか、お年寄りの方とかでも優しい感じですよね、揺らすだけだから。結構高齢だと90、うんうん、90代の方もあ、もういらっしゃるんだ。そうですね、へー、症状の方も施術はできる、ね、できますもんね、うん、そう、強い圧かけられない人とかでも受けられるんですもんね。うん、そう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 、心配なくできるから、うん、幅広いですよね。なんか別に子供からお年寄りまで誰でもね、うん、いい感じに骨盤も整ってきました。ありがとうございます。なんか寝る前とかやってもらうとよく眠れそうですね。確かに、はい、逆に朝やっちゃったらなんかもうほわっとしちゃって、なんかもう帰って寝るかってなりそう。はい、はい、万歳。あ、万歳ですね、はい、はい、うん、気持ちいい。カタカタ言いますね。はい、もう一回万歳します。はい、指先ちょっと最初見なかった、はい、はい、うん、体が中心にと、何て言うんですか、左右対称になってる気がする。お、うん、あ、そうですね、なんか首が付け根が硬いですね、うん、ね、首おかしいですよね、うん、あの子さんは今おいくつなんでしたっけ。 3歳と5歳です。あ、上がうちと同じ年ですね。うん、あ、5歳ぐらいになるとだいぶいろいろしっかりしてくれるから、そんなに手がかからなくなりますよ ね、年長さんの年になってくると違いますね、うんうんうん、違いますよね。あ、なんか無になりますね。首が、うん、首は確かに首良くない、ね、少し自分でも揉んだりはしちゃ、うんうん、こう軽くね、あ、伸ばしたりとかするようにしてたんですけど、はい、うん、よくなら、なんつうんですか、なんか結構やばいなと思ってて、うん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 、そういうことをこう教えてもらうのもやっぱり施術してもらった時ならではですよね、うん、普段自分ではわからない。そうですね、うん、あの違う療法の先生だと考え方が違うから、うん、見るポイントとかも違うので面白いです、うん、あ、ですよね、うん、
そこそんな風に攻めるんだみたいな。あね、本当そう。自分と違う概念とかがやっぱりアプローチが違うんで面白いですよね。うん、まみ先生の手も気持ちいいですね。 ありがとうございます、うん、さっきまで悶絶でして周りはキャーキャー言ってましたが、はい、静かですね静か癒しタイムですまるで別空間のように確かに嵐が過ぎ去ったようにああ気持ちいいっす。おーじゃないでしょうか。なんか良くなった感じします。うん、すごい、ありがとうございます。はい、あれもうなんかやっていいのか分かんないけど顎がつきやすくなったというか下がるようになりましたね。おいいですね、いいですね。あ、首ボキって言った、うん、いい感じです。すごい、ありがとうございます。素晴らしい。3時間なのにちゃんとやっぱり効果がしっかり、首周り緩みました、ね、ありがとうございます、うん、わーい、気持ちよかったです。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。はい、はい、3人の方から私施術してもらいました。お疲れ様です。皆さんありがとうございます。右先生の足つぼが痛いのは分かってたんですよ。右先生の頭はそこまで痛くないだろうと油断してたら、もう過去にないほどなんか気持ち悪い、痛いっていう、めちゃめちゃ辛くて気が狂いそうになりました。もう森先生は前回同様、とっても癒しの時間でした。唯一の時間で唯一最初から最後までただ気持ちいいっていう、ね、シンプルなんだけど結構こう全身が奥から癒しが心地よく受けられるのにちゃんと効くっていう、なんかそれぞれの特徴があってとってもいい経験ができたと思います。おかげさまですっごいスッキリして軽くなって姿勢はもうヒュンって良くなったんですよ。これで元気にこれから過ごしていけます。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。そして各チャンネルさんの概要欄も貼ってます。皆さんの方でも私が施術されていたりしてたりっていう感じで動画貼ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。